こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。今日は私は五郎の赤橋下畑名前河川敷に来ております。10月になりましても暑さの続く大洲市内ですが、吹いている風は少しずつ秋の風になってきました。こちらでもコスモスが見頃になってきましたので、今日はこちらのコスモス畑ご案内をしたいと思います。平日の昼間なんですが、訪れている方も数名おられるようです。五郎の赤橋の赤と青空、そしてコスモスの色が大変映えています。はい、コスモス畑、今週末が見頃だと思います。屋外ですので、感染対策にも良いと思いますので、ぜひ秋の大洲を満喫してはいかがでしょうか。今回はここまでです。チャンネル登録にいいね、コメントもよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。